卑怯な手段で倒れた男たち、暗殺された武将トップ5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は暗殺された武将トップ5について紹介していこうと思います。過去の歴史を紐解いていくと、実に200人以上の武将が暗殺によって闇に葬られたそうです。邪魔になったから、あるいは身の危険を感じて、さらにちょっとした誤解によるものなど、様々な理由によって命を奪われることが横行しました。そこで今回は特にインパクトのある暗殺劇を5つご紹介していきましょう。ちなみに織田信長や足利義輝などの例は謀反の範疇に入るため除外しておきます。第5位、騙し討ち。ではの行商が仕組んだ暗殺劇とは、白鳥長久。戦国時代、現在の山形県村山市のあたりに白鳥長久という武将がいました。出羽の国では最上義昭と双璧をなす名将と称えられ、最上と伊達両氏の仲裁を務めるほどの存在に成長したといいます。居城の八千城を大改修して守りを厚くし、城下町を整備して商工業を盛んにするなど、戦いだけでなく優れた政治力も兼ね備えた人物でした。そればかりか長久は外交力も存分に発揮しています。早くから中央の織田信長に接近し、春芽を送るなど禊を通じていたそうです。それも全ては信長の斡旋によって、出羽の神の官職を手に入れるためでした。もちろん最上氏を差し置いて自分が出羽の支配者となるためです。しかし長久の行動は最上義昭の警戒心を強くさせました。まず長久の意図を阻止するべく、義昭は使者を信長のもとへ派遣して名馬や名装を贈呈します。そして連綿と続く最上氏の家系図を示して正当性をアピールしました。こうして信長からの返書に最上出羽の神殿と書かせることに成功し、義昭はなんとか面目を保ちます。とはいえ、このまま長久の存在を捨ておくわけにはいきません。かといってまともに戦えば大きな損害を受けてしまうでしょう。そこで策を弄した上で長久の排除を狙うのです。当時白鳥氏と天童氏は同盟を結んでいたのですが、まず義昭は天童頼澄に大きな軍事プレッシャーを与えます。その一方で長久に対して融和的な姿勢を見せました。つまり長久の娘を嫡男の正室に迎えたいと提案したわけですね。また白鳥氏に危害は加えないという意思表示でもあったわけです。最上を敵に回したくない長久は提案を受け入れ、これで両家は姻戚関係となりました。さてその後、義昭は頻繁に一度山形へ来られぬかと誘うのですが、警戒心の強い長久は一向に応じません。そこで義昭は作戦を変更し、自分は病気だと触れ回らせました。そして重病にかかってしまい、明日をも知れない命、後のことを長久殿に託したいと言って長久を山形へ招こうとしたのです。さすがに断りきれない長久は、それならばと応じ、山形城へ向かうことを決心します。しかしそれは巧妙に仕組まれた罠でした。床に伏せる義昭のもとへ案内された長久は巻物を差し出されて受け取ろうとしたところ、いきなり後ろから切りつけられたのです。こうして長久はあっけなく殺されてしまいました。ちなみに長久の返り血を浴びたとされる血染めの桜が昭和の初めまで残っていたとも。主君を失った白鳥氏は必死の抵抗を見せるも滅ぼされ、後に義昭は天童氏すら追放して、ついに出羽統一を成し遂げるのです。第4位、家の再興ならず、義兄によって暗殺された名族の末裔、一色義貞。室町幕府四式の筆頭で若狭、三河、丹後の守護となった名族一色氏ですが、戦国時代にはすでに没落していました。
一色義満の時代には丹後の一部を領するのみだったようです。義満は織田信長に従属することで名脈を保つのですが、ここで将軍足利義昭の動きに加担してしまいます。当然織田軍の攻撃を受けることになり、攻め寄せてきた明智光秀、細川藤孝の軍勢によって自害へ追い込まれました。ところが義満の嫡男一色義貞は若いとはいえ勇猛果敢な武将だったようです。残った家臣と共に弓の騎乗で籠城し、徹底抗戦を繰り広げました。光秀藤孝は大軍を率いて攻めるものの、義貞の強さに跳ね返されるばかりです。このままではせっかく従った丹後国衆が離反しかねない、そう感じた光秀は信長の許しを得て和睦交渉を進めようとしました。信長も義貞の武勇を聞き及んでおり、敵に回すより味方につける方が得策と考えたようです。こうして和睦交渉はトントン拍子にまとまり、藤孝の娘イヤが義貞へ腰入れすることで条件が整いました。図らずも義貞は一色氏の再興を成し遂げ、織田氏与力の一員となります。また京都馬揃えや甲州征伐といった一連の軍事行動に参加し、若いながら注目される存在だったようです。ちなみにイヤとは仲睦まじかったようで、誰が見ても幸せな夫婦だったとか。ところが本能寺の変を境に義貞の命運は暗転していくのです。細川藤孝が動かなかった一方で、義貞は明智光秀に味方することを約束しました。かつての意向を取り戻し、一色氏を繁栄させたい思いがあったのでしょう。義貞は水軍を率いて宮津城の近くまで押し出しますが、その直後に明智軍敗北の知らせを受けました。結果的に一色軍は戦うことなく撤退したのですが、義貞の行動に疑念を持ったのが羽柴秀吉です。義貞めは光秀に組みしようとしたのではないかと断じ、藤孝と嫡男忠興に処断を命じました。藤孝忠興としても断りきれないでしょう。光秀と袂を分かったとはいえ、秀吉に協力したわけではありません。ここで秀吉の心象を悪くするわけにはいかないのです。山崎の戦いから3ヶ月後、藤孝忠興は使者を義貞のもとへ送り、羽柴殿へ取りなすゆえ宮津城へ弁明に来られよと誘いました。一方義貞は幕府と義兄の思いやりに感謝しつつ、わずか100騎ばかりで宮津城へ向かうのです。いわば夫の身を案じて注意を促しますが、義貞は父と兄の行為を無駄にはできぬと言うばかりだったとか。さて宮津城へ入った義貞ですが、義兄忠興から宮津の沖で一色の旗を掲げた船を見た者がいると詰問されると、明確に答えることができません。そして事実は秀吉も周知しており、もはや言い逃れできないことを忠興が告げるや、一斉に細川の家臣たちが切りかかりました。義貞はあっという間に倒され、次の間に控えていた家臣たちも斬殺されます。さらに弓の騎乗まで落とされるという手回しの速さでした。さてイヤは無事に助け出されたのですが、兄忠興と対面すると、なぜ夫を殺したと憤り、隠し持っていた短刀で切りつけたそうです。忠興はとっさにかわしますが、鼻に消えない傷を負ったとも。ほどなくして残党が討伐され、名門一色氏は滅亡を遂げたのです。第3位、主君からの妬み、それとも憎悪、名将の無残な最後とは、太田道灌。戦国時代初めの関東で彗星のごとく現れた名将が太田道灌です。太田氏は代々扇ヶ谷上杉氏の家裁を務める家柄でしたが、もう一つの上杉こと山の内上杉氏に圧倒されていました。ところが道灌が家督を継ぐと、扇ヶ谷の勢いは山の内と肩を並べるほどになります。その秘密は道灌が優れた戦略家だったからに他なりません。
江戸城や川越城、八幡城などを築いて防衛ラインを固める一方で、積極果敢に並み居る敵を平らげていきます。また一騎打ちが主体だった従来の戦いを集団戦法に変えてみせたのも道灌の功績です。これまでの習慣や価値観にとらわれない新しい視点を持っていたのでしょう。特に文明8年1476年の長尾景春の乱は圧巻でした。反乱を起こした長尾景春は凄まじい勢いで関東を席巻していきますが、誰一人として侵攻を食い止めることができません。そこで総大将となった道灌はわずか2ヶ月で南関東の平定を成し遂げ、さらに景春を武蔵へ追い詰め、そのまま秩父へ敗走させたのです。また古学坊と両上杉氏を和睦させる都比合体を成し遂げ、28年に及んだ京徳の乱を終結へ導きました。こうして道灌の名声は上がり、関東の武士たちはこぞって軍神と褒めたたえたそうです。ところが主君上杉貞政にすれば面白くありません。次第に道灌の功績を妬むようになり、その鬱屈した感情は次第に憎悪へ変わっていったようです。さらに扇ヶ谷に押されつつあった山の内の当主上杉秋貞も危機感を覚えていました。山の内の衰退はいわば道灌が存在しているからこそ、なんとか道灌を排除して扇ヶ谷の弱体化を図らねばと考えたのです。そこで秋貞は謀略を駆使し、扇ヶ谷の周辺にあらぬ噂を流しました。道灌が増長し扇ヶ谷にとって変わろうとしていると。ところが思慮の浅い貞政はこの情報を真に受けてしまいます。もしかすると道灌を亡き者にできる絶好の機会だと捉えたのかもしれません。文明18年1486年、道灌は貞政に招かれて粕屋館へ赴きました。そして風呂に入るところで貞政配下の者に斬られたのです。亡くなる寸前、道灌は東方滅亡と叫んだと伝えられています。私を殺せば扇ヶ谷も滅亡するぞという意味だったのでしょう。道灌の予言は現実のものとなります。上杉貞政が落馬して命を落としてから扇ヶ谷の運は傾き、やがて滅亡を迎えていきました。第2位、相続問題で粛清、最後まで分かり合えなかった親子、最上義康。ではの戦国大名最上義明の嫡男だった義康ですが、武勇に秀でて人望もあり、将来を期待された若者だったようです。また秀次事件に巻き込まれて命を落とした駒姫の兄にあたり、落胆する父母を慰めつつ最上家を支えました。しかし関ヶ原の戦いの直後、家中で重臣同士のいさかいが起こります。それは義康派原八右衛門と義明派里見民部が中心となったものでした。原はかねてから義康が家督を継ぐことを望んでおり、義康様はもう25歳、そろそろ後を継いでもよかろうと主張します。一方里見は、いやいや、大殿は老齢といえど体も眼見そのもの、焦ることはなかろうと反発しました。双方の重臣がそんな調子ですから、義明、義康の親子関係にも徐々にひびが入っていきます。ある日のこと、義康が寺へ参拝した際に転倒し、太ももを傷つけてしまいました。これを伝え聞いた民部は何を思ったのか、主君義明にあらぬことを報告したのです。若君が家督を譲ってもらえないのを恨み、自害を図られたそうです。本来なら馬鹿げたことだと一生に伏す義明ですが、なぜか真に受けてしまいます。義明はすっかり不機嫌となり、義康と顔を合わせるのを避けるようになりました。こうして不死の関係が修復できないほど壊れてしまった頃、義明は義康との不和を徳川家康に相談し、その助言を仰ごうとしました。一部始終を聞いた家康はこう述べたそうです。
親に背くことはあってはならず、ゆくゆくは国の乱れとなるだろう。国の行く末を思うのなら、義安を拝着するべきだと。そして義安に代わって弟家近に後を継がせることを提案しました。家近は13歳の頃から家康の小姓として仕えていますから、もし義明の後を継げば徳川にとって好都合だったわけです。義明は出羽へ戻ると義安を呼び出し、拝着すること、そして高野山へ登って出家するよう伝えました。一方義安の態度は穏やかそのもので、ようやく父上の本心が聞けました、これで心置きなく高野山へ向かうことができましょうと言ったとか。親子のわだかまりが解けた瞬間でした。やがて義安は十数人の家臣と共に高野山へ向かいます。ところがその道中、思わぬ襲撃を受けるのです。それは義明派里見民部の意を受けた刺客でした。このまま生かしておけば後々の禍根となるはず、そう考えた里見が義安の抹殺をたばかったのです。しかし義明はその事実を知りません。100人に及ぶ軍勢は義安らを取り囲み、鉄砲や矢を放ってきます。家臣たちは次々に撃たれ、義安も2発の銃弾を受けてしまいました。もはやこれまでとなおも奮戦する義安ですが、多勢に無勢の中ついに討ち取られます。そして義安の首が山形城へ届けられると、これを見た義明は悲憤し落胆し、誰はばかることなく同国したと言います。そして一体誰の仕業かと怒りに震え、犯人の探索を命じました。一方狼狽したのは里見です。主君の意を汲んで義安を仕留めたはずなのに、なぜ罪を負わねばならないのかと。そして身の危険を感じると、加賀前田家を頼って出奔していきました。その後最上家の要求に応じて里見の身柄は引き渡され、出羽へ護送中に暗殺されたといいます。また義明は後継者家近に対して里見一族の根絶やしを命じました。不和だったとはいえ、嫡男を失った悲しみのあまり、憎い里見一族への粛清につながったのでしょう。第1位、卑怯な騙し討ちの挙句、黒田家に降りかかった怨念とは。宇都宮重房。天正14年1586年、豊臣秀吉による九州平定が始まり、大きな戦功を挙げた黒田官兵衛長政府氏は豊前一国を与えられました。また400年にわたって紀伊谷城を領した宇都宮重房も黒田と共に戦ったこともあり、所領の安堵は確実だと考えていたようです。ところが秀吉の措置は非常なものでした。宇都宮氏に対し伊予への転封を命ずるという沙汰を下したのです。なぜなら重房はわずかな兵を嫡男智房に預けたのみで、それが秀吉の心象を悪くしたからでした。しかし豪気な重房は、紀伊谷は父祖以来の領地であり、たとえ関白の命であろうが聞き入れられないと拒否したのです。やがて黒田家が豊前へ入ってくるのですが、黒田官兵衛は内心困っていました。とっとと追い出したいところですが、かといって強引に事を進めれば反乱すら起こしかねません。そこで重房と親しかった毛利勝信が説得に当たりました。一旦城を明け渡した上で関白に嘆願するようにと。しぶしぶ了承した重房は城を出て、粘り強く本領安堵を訴えたといいます。しかしながら秀吉の怒りは収まることはなく、所領安堵どころか伊予転封の話すら取り消そうとしたのです。ついに重房の怒りは頂点に達し、紀伊谷城を力ずくで取り戻しました。こうなると黒田家も黙って見過ごすことはできません。統治不適格の烙印を押される可能性もあり、一刻も早く反乱を鎮める必要があります。決起に流行る長政は討伐軍を率いて紀伊谷へ向かい、一気に宇都宮勢を潰そうとしたのです。ところが紀伊谷は新山幽谷の地、
キイダニ城は前後を大岩で固めた要塞で、山岳戦に慣れた城兵が待ち構えていました。長政はたちまち苦戦し、多くの損害を受けて敗走していきます。敗戦の報告を聞いた官兵衛は作戦転換を考え、まず紀伊谷を包囲しつつ重房に調略を仕掛けるのです。本領安堵を約束し、重房を黒田家の家老として抜擢する。ただし重房の娘鶴姫を人質とすること。このような条件を出して重房を説得したようです。指物重房も賞賛があったわけではありません。この好条件に食いつきました。そして娘を差し出して和睦を受け入れたのです。さて翌年になると、中津城の長政から城へ招待するという書状が届きます。家臣たちはこれは罠ではと危ぶみますが、重房はすっかり黒田の重臣気分となっていました。素直に応じて中津城を訪れるのです。引き連れていた家臣たちは城下の豪源寺に留め置かれ、重房たった一人で宴席に加わりました。ところがこれは周到な罠だったのです。長政が朗らかな顔つきで、酒の肴を持ってまいれと合図を送ると、次の間に控えていた黒田家臣たちが重房に襲いかかってきました。重房は脇差しを振るって数人を倒しますが、さすがに多勢に無勢です。最後は切り刻まれつつ命を奪われました。その頃宇都宮家臣らがいた豪源寺にも軍勢が差し向けられています。数百の敵に囲まれて奮戦するも、とうとう根絶やしにされてしまいました。ちなみに豪源寺は壁が赤く塗られているという珍しい寺ですが、実は殺された家臣たちの血痕を浴びています。血の跡を消そうと白く塗り直すものの、すぐに赤く浮き上がってしまうのだとか。とうとう白に塗るのを諦めて赤く仕上げたそうです。さて城主がいなくなった紀伊谷はあっという間に攻め落とされ、人質になった鶴姫は貼り付けとなりました。さらに残った友房も謀殺されたそうです。こうして重房の反乱は鎮圧されたものの、宇都宮市の呪いは黒田家へ降りかかりました。中津城では夜になると重房や鶴姫の亡霊が現れ、城下では首のない武士の霊がさまよっていたとか。また黒田の血統が絶えたのは重房の呪いがあったからだとされています。長政も度重なる不可思議な現象に悩まされ、中津城内に紀伊神社を建立しました。重房の怨霊を鎮めようとしたそうですが、後に黒田家が福岡へ移封した際、やはり福岡城内に神社が建立されたそうです。そして華後大明神として重房の霊を祀ったという歴史が伝わっています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。